南国日南らしいサーフィン事業が日南市の宮浦海岸で6月7日にありました。授業を受けたのは宇土小中学校中学部の生徒18人です。サーフィン授業は地域社会や環境を知るきっかけで2007年からこの時期に行われており、日南市サーフィン連盟のメンバー6人が指導しました。準備運動を終えた生徒たちはグループに分かれ、ブランクがある人はパドリングの練習からスタートで、海に入るチームは補助してくれる人は3人しかいません。急に深いところがあるので、そこら辺は十分注意してください。この日の気温は25度で、時折晴れ間も見られ、波は少し荒れていました。そして慣れている生徒は早くも波に乗っていました。授業を受けた生徒はあまり乗れませんでした。去年より得点を高く取れるように頑張りたいです。波にはあまり乗れなかったけど、海に入れたので良かったです。まだまっすぐしか滑れないので、横滑りができるようになりたいです。全国でも珍しいサーフィン授業は1学期いっぱいまであり、7月には校内でサーフィンコンテストが開かれるそうです。